アンヘラ・モリーナは、スペイン・マドリード出身の女優。アンヘラ・モリーナはスペイン語、イタリア語、フランス語流暢に話す。ルイス・ブニュエル、リドリー・スコット、ジュゼッペ・トルナ・トーレ、ペドロ・アルモドバル、リナ・ウェルト・ミューラー、セルジオ・カステリット、ハイメ・デ・アルミニアン、ホセ・ルイス・ボラウ、ハイメ・チャバリ、マヌエル・クティエレス・アラゴンなどの監督の作品に出演している。マドリード高等演劇学校で、 ダンスと演劇を学んだ。1975年に映画デビューした。1977年に出演したルイス・ブニュエル監督の欲望の曖昧な対象で国際的な名声を得た。1986年にはリナウェルト・ミューラー監督のうん・コンプラケイト・インド・トゥディーゴ・ディダン・ビクリ・イ・デリトティに出演し、外国人として初めて ダビット・ディドナテロ賞の女優賞を受賞した。同年にはマヌエル・グティエレス・アラゴン監督の天国の半分にも出演し、サンセバスティアン国際映画祭で女優賞を受賞したほか、ゴヤ賞で主演女優賞にノミネートされた。1999年には第49回ベルリン国際映画祭の審査委員長を務めた。2002年にはスペイン文化賞から、 スペイン芸術功労賞を授与された。2013年にはスペイン映画芸術科学アカデミーの功労賞を受賞した。2016年にはスペイン映画国民賞を受賞した。父親は俳優、歌手のアントニオ・モリーナ。母は女優のオリビア・モリーナ。8歳年下の弟のミッキー・モリーナも俳優であり、16歳年下の弟のノエル・モリーナは作曲家、音楽プロデューサー。 6歳年下の妹のパウラ・モリーナも女優であり、13歳年下のモニカ・モリーナは歌手、女優。娘のオリビア・モリーナも女優である。ありがとうございます。